豊の国カボス大使会大分カボス会の新年懇親パーティーが13日夜大分市の時和会館で開かれました。開会に先立ち豊の国カボス大使大分カボス会名誉会長の広瀬県知事が新年の挨拶をしました。そして大分県商工会議所連合会姫野清隆会長の温度で乾杯が行われました。ご紹介お願いします。乾杯。おめでとうございます。皆さんよくご存知のもの、今大の食材、豊の国カボス大使会大分カボス会は大分県の魅力を県内外に情報発信していこうと結成されたもので、大使会は進出企業の出先事業所、カボス会は地元企業や団体で構成。今回は県内の市町村長も招き、およそ160人が出席しました。会場には臼杵市のフグの臼作り、日田市からは日田焼きそば、豊後大野市からは浅地牛と椎茸のステーキピラフ、豊後高田市からは豊後合鴨手打ちそば、宇佐市からは土壌から揚げなど県内各地の自慢の食材を使った料理が並びました。また飲み物も県産の清酒や焼酎が取り揃えられ、出席者たちは料理に舌鼓を打ちながら和やかに歓談しました。別府市出身で豊の国カボス特命大使、中ルクセンブルグ特命全権大使の末綱隆さんも特別参加し、このような会に参加し皆さんにお会いでき、豊の幸を味わえたことを大変嬉しく思いますと挨拶しました。ふるさと自慢コーナーでは臼杵市の中野市長、豊後大野市の橋本市長、国東市の三河市長や姫島村の藤本村長らが地元の特産物をアピールしました。豊の国カボス大使会大分カボス会は今年も講演会やグルメツアーなどで交流することになっています。